差別のままが実は真実の平等であるというね、こういった思想でした。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日はですね、もうこの雲一つない青空、もう久しぶりのいいお天気になりましたので、今日は新城寺の境内でですね、撮影をさせていただきたいと思います。今日の動画はお説教動画となります。仏教、とりわけ法華経に説かれる宇宙の真理について解説させていただきたいと思います。仏教なんてそんな真っ向臭い教え、そんなの聞きたくないなんて言わない。本来仏教というのはあなたの人生をより深いものに豊かにするための教えですからね。仏教初心者の方から上級者の方まで、ああなるほどね、仏教ってこういうものなのねとね、できるだけ簡潔にお伝えしながらお話を進めていきたいと思っております。人生に生かす仏教でなければ仏教の意味がございません。今日の内容は仏教の成立過程について簡単に解説させていただいた後に、法華経とはどういうお経典なのか、大まかだけど大切な部分をこうピックアップしてお話ししてまいりたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは早速解説していきましょう。仏教には大きく2つに大別されます。原始仏教や根本仏教と言われる、いわゆるお釈迦様が語られた教えそのままを伝えていると言われる仏教のことを、まあ、ここでは便宜的に清浄仏教と呼ばせてもらいます。対して中国を経由して日本に入ってきた今日本に広まっている仏教のことを大乗仏教というふうに呼ばせていただきます。お釈迦様がお亡くなりになってから主に在家の人々でありますが、お釈迦様の遺骨をですね、ご遺骨とかご遺品などを埋めた塔を作りました。その塔を守っていた人たちが、まあ、いわゆる直系の弟子たちがですね、お釈迦様の教えを金華玉城として守っているのに飽き足らず、在家の人たちで別に経典を編集いたしました。それが大乗仏教というわけです。ここで問題となるのが、大乗仏教はお経と言いながらお釈迦様の口から出たものではない、後になって編纂された教えで仏教とは言えないのではないか、そんな学問上のやり取りが長らくですね、学者さんの中で行われておりましたけれども、皆さんご安心ください。日本に広まっている私たちが信仰している大乗仏教も立派な仏教ということで今は認められております。その思想が素晴らしく偉大なものであります。もし仮にお釈迦様がもう何世紀も長生きされてですね、今日までご存命であればですね、おそらく今日残っている経典のような思想をお説きになっておられたであろうと、こういうふうに考えられているのであります。まあ、この辺の解説もですね、細かくさせていただきたいんですが、まあ、ここでは日本の大乗仏教も立派な仏教であるということだけはどうかお間違いのないようにお願いいたします。お釈迦様が紀元前380年代にお亡くなりになって、まあ、2、3世紀くらい経つと紀元になりますが、その紀元前後から4世紀頃にかけて足掛け400年の間にさまざまな大乗仏教が編纂されてまいりました。まあ、一番古いのが般若経の系統と言われております。それから4世紀までの間にですね、唯摩経が生まれ、阿弥陀経、法華経、華厳経、涅槃経、そしてその後に真言密教などの密教系の経が生まれていったであろうと、そういうふうに考えられております。中でも法華経はどちらかといえば初期の経典の部類に入ると考えられています。インド大乗仏教初期に成立した妙法蓮華経は一切経、つまり全ての仏教経典の中で最も重要な経典の一つとされている教えでございます。インドの言葉サンスクリット語の原点ではですね、妙法蓮華経のことをサッタルマ・プンダリーカ・スートラと言います。サッダルマと言っていますが、その厳密にはサットとダルマがこう合わさって発音されております。まあ、これはサンスクリット語の法則によるもんですよね。サットというのは真実、正しいという意味、ダルマは法とか掟、プンダリーカは白い蓮の花、スートラは経典という意味です。今日私たちは妙法蓮華経としてこう広く知られているこの真言です。サッダルマプンダリカスートラというのは、
クマラジュという方の訳で、正しい教えの白蓮華となります。これを訳したクマラジュさんという方は、仏教の主要経典と言われる法華経、阿弥陀経など実に35部300巻に及ぶ翻訳を成し遂げられ、その翻訳は非常に格調高く、現在私たちが手にしている法華経の翻訳本はこのクマラジュさんが訳してくださったものでございます。明治時代頃までの日本の作家さんはですね、法華経を一つの思想の書物として読んでおられたそうです。お経が読書になっていたというこの明治時代のレベルの高さ、これ大したもんだなというふうに思います。今日お経の講義をいたしますとですね、お経はお葬式か法事の時に読むもので、お経に思想なんてそんなもんあるんですかと言われてですね、こちらがびっくりするわけなんですけれども、そういう意味で現代というのは精神レベルでその明治時代の方々から比べると随分遅れを取っているのではないかなというふうに思います。お経典というのは本来思想の書であり、時には文学の書でもありました。とかく仏教といえば暗いイメージをお持ちになられる方もおられると思いますけれども、この仏教思想の根底には実はですね、その現実をすべて肯定するという考え方がこれ基本になっております。肯定することができる、そんな知恵の宗教であると言っても過言ではないでしょう。なのにやれこの世は無常だとか、死が近づいてきてるだとかね、仏教と聞けば暗い面ばかりが強調されがちなんですけれども、実はですね、本当にこの光を当てたいところに光を当てるためには、この反対の暗い面を強調することがとっても大切になってくるものなんですよね。というのも、この世は陰陽の関係で成り立っていますから、プラスがあればマイナスがある、表があれば裏がありますよね。普段意識しないその裏面にあえて焦点を当てることによって、現実を強く認識してもらうためのテクニックでもあるんですよ。仏教では諸行無常を教えます。私たちの命も諸行無常ですから、この命がいつ何時なくなるか誰にも分かりません。1年後かもしれないし、明日かもしれない、しかも今日かも、この後かもしれない。というのは儚い命ということを言ってるんじゃなくて、いつなのかわからないから、今あるこの命を大切にしてほしい、大事にして肯定していかなければいけませんよというね、そういった気持ちが込められているんです。こういう面こそが本当は大切なんですよね。それは私たちはいつの間にか当たり前のことと思ってしまってですね、意識していないと本当の価値あるものがあることを忘れてしまいがちになります。だから仏教と聞けば明るいイメージというよりも、むしろ暗いイメージというかですね、渋いイメージばかりがこう強調されてしまうんだと思います。法華経を学んでいくと、そういう価値がよくよくお分かりになると思いますよ。法華経は極めて現実的であり、前向きな教えでもございます。法華経と般若経ではじゃあどこが違うのかと言いましたらね、般若経はですね、空の思想であります。般若経は現実を肯定するために否定の否定というね、また哲学的な方法をとっているんですね。否定にまた否定をするわけです。例えば分かりやすいのが数学ですよね。数学の法式と同じように、マイナスにマイナスをかけるとプラスになる、いつ死んでしまうか分からないよというマイナス、まあそのまま放り出されたんであれば虚無的になってしまいますよね。でももう一度マイナスにすると結局元の形に戻るわけです。否定の否定が肯定になりますからね、まあ、そうやってあえて否定を二度繰り返すことで、二度重ねることで、今ここというこの現実の受け止め方がですね、もう非常に意識的になる、強くなるわけです。とにかくこの両方の面で人生を肯定していくわけなんでありますが、法華経は極めて現実的であります。あのインドの原始仏教である清浄仏教の教えと、この日本に広まって信仰されているこの大乗仏教の教えがですね、もともと対立構造にあったような思想だったんですけれども、それをこの法華経によって両方とも同じ一つの仏教でありますよとね、いうことで大乗と清浄を見事に一つの仏教として統合したという大きな役割を果たした法華経は、まあ、そういう経典でもあります。ですからこの法華経はお経の中でも王様であるということで、経王という言葉で表現されることがあります。
この経王と言われる法華経の教えの中で最も大切な教えの一つに諸法実相がございます。諸法というのはあらゆる現象、あらゆるものはことごとく実相、真実の姿であるということなんですね。諸法実相の法の中にはいろんな意味が含まれております。真理とか教えとか決まり事とか、あるいは現象や物などといった特別な解釈もございます。例えばですね、物というのはこの、そうですね、このお数珠、この一つ取り上げてみてもですね、分かるように時間とともに使用頻度とともにですね、移り変わり滅んでいくものですね、いずれね。つまり無常の真理が現れているということなんです、この物自体にね。お数珠という一つの物質がですね、無常の真理を示しているんだっていうことで、これを法と言っています。それとこのお数珠はですね、単独で存在することはございません。このお数珠がお数珠であるためには、さまざまな要素が集まらなければ、このお数珠というものはここにないんだと、まあ、いろんな要素が集まっていることで無我ということも表しております。どんなに大切に扱っていたとしても、お数珠といえども使えば使っただけいずれこの糸が切れてですね、玉がバラバラに弾け飛ぶこともあるという無常というね、そして無我の法とがこのお数珠の中に見るから法というのであります。インドというのはこの一つの物事で深く深くこう考える国民性があります。それはこの仏教が成立した紀元前にはすでに今のこの諸法という素晴らしい考え方を持っておられました。諸法実相の諸法は分かりました。では実相というのは何でしょうか。実相とは真実の姿ということになります。相なんていうものは人相という言葉ですね。あとは人相はこの目に見えないその人間の内面的なものを男相とか人相に現れているというふうに言われております。その人間性が人相の象徴として自然にそういう顔になる。だからあの人の人相を見ればとかね、仮想を見ればなんていうことをよく言うんですね。見ればその人の性格が顔に出ているからですね。目に見える現象、目に見える事柄はことごとく真実の姿です。例えば、木からリンゴが落ちる、アイザック・ニュートンの万有引力の法則ですよね。この落ちるというのは現象ですから法です。木からリンゴが落ちるのは万有引力の法則です。でもですよ、その万有引力というのは誰の目にも見えるものではありませんので、例えばこの酸素、空気も見えませんよね。これと同じ目に見えない引力という法則が木からリンゴが落ちるという目に見える姿で示されているんですね。目に見えないものが目に見える形で現れることを相というのです。人相がそうでしょ。人間の心は目に見えません。その目に見えないものが目に見える形で現れるのが顔の表情とかこの相であります。引力が目に見えないけどリンゴが落ちるというのは誰の目にも見える姿で現れている。リンゴが木から落ちるのは神仏ではありません、引力の姿であるんだと。これは一つの例でありますけれども、ありとあらゆるものの中に真理があり教えがあるという、そういった目が開けてきますとですね、私たちはいつだって教えの中に浸っている、浸っているということに気づくことができます。分かる人もあれば分からない人もあるんですね。街を歩いていると気がつくと思うんですが、例えばお店屋さんの看板なんかはみんな私たちのこの通る方を向いてこう設置されてますよね。誰もが見えるようにお店屋さんの看板を出しているわけなんですけれども、もしもこちら側にですね、その求める気持ちがありませんと、それが目に入ってこないんですよね、不思議と、ね、例えばコンビニというのは至るところにあるじゃないですか。でも気にしていないと、その目の前に例えばコンビニがあったとしてもそれに気づかないで通り過ぎてしまうこともあると思います。お腹が空いているときはですね、食べ物屋さんの看板がこう先に目に入ってくるんですよね。美味しそうな食べ物屋さんはどっかにないかなと言ってね、意識しているからお店屋さんの看板がスーッと目に飛び込んで入ってきます。意識していなければ目の前に大きな看板が出してあったとしてもですね、それに気がつかないで素通りしてしまうっていうことがあると思いますけれども、そういうもんなんですね。実は求めなくてもすでに私たちに惜しみなく与えられているんですが、それに気がつかないだけのことなんですね。人間は尊厳であると言います。
この地球上にある植物的現象や動物的現象に過ぎないものを深くうなずき取る、そしてうなずき取って自分の人生を豊かにする働きがある。そういう働きがあるから人間は尊厳であるっていうんですね。そういうあらゆる現象の中に教えを求めて、そしてその教えが分かるというのが仏様の知恵ということになるんですね。何でもない現象の中に意味を見つけて自分の人生を豊かにしていくというのが仏の知恵であり仏様の働きなんですね。そういう働きは誰もが生まれながらに持っているという人間観、それをはっきり説かれている経典というのがこの法華経という教えなんです。法華経ほど素晴らしいドラマが描かれた教えはございません。それもたくさんの例え話で教えを深めていきます。お釈迦様がこうおっしゃったというね、尿税ガーモンよりも例え話の方が多いんですね。なので昔から法華経を捉え損なった人たちがですね、極端に法華経を軽蔑して、なんだなんだ、お経の中で一番のお経だと言って読んでみたら例え話ばっかりじゃないか、法華経には何の中身もないじゃないか、例えば薬で言ったら効能書きばかりで薬本体どうにもないんじゃないか、あったらぜひ見せていただきたいもんだみたいなね、批判がなされてきたこともありました。何でもない例え話の中に実は例え話でなければ表現ができない深い真理をですね、私たちが読み取らなければダメなんで、だから文字を読んでいたら、文字だけを読んでいたらこの法華経は全くわからない、理解できないということになりますよ。法華経は全8巻28章からなります。文字数にして実に7万文字、正確には69384文字です。その法華経第2章に方便本という教えがあります。私たちはですね、嘘も方便ということを言うんでありますが、これを使っていただいているのは非常に困る言葉なんですね。仏教には嘘も方便という言葉はございません、全くありません。方便というのはそもそもですね、一つの教育的テクニックであります。どういうことか、こうね、いろいろこう例えて言う中でですね、どうやったらこの真理を分かってもらえるだろうか、この人にどう伝えれば分かっていただけるだろうかって言ってテクニックを講じるんですね。話し方の伝え方の、これが方便というものなんです。だから嘘も方便なんていうのは、これ何とかして合理化して本当に見せようという、こういう嘘とは方便全く違うんですよね。こういったことをぜひねご理解いただきたいと思います。方便というのはこの真理というのをどうやったら分かるようにすることができるだろうかということを説いておりますが、この方便本という章は法華経でも特に大事な教えの一つになっております。諸法が諸法としてあるがままにあることがこの仏の真理、仏の現世ということなんですね。現実になっているということです。諸法はあらゆる現象があらゆる現象としてあることが、そのままが一つの真理の現れであるというね、非常に哲学的な教えでもございます。法華経の中で私の目がこう開かれたな、ありがたかったなというね、教えの一つが、差別のままが実は真実の平等であるというね、こういった思想でした。私たちがイメージするその平等というのは、高い低いとか大きい小さい大小などがないことを平等と見ますよね。なんですが法華経の思想はそうじゃないんです。差別がそのまま平等であるというふうに教えられます。法華経の第5章薬草遊本という教えには次のような例え話が教えられております。たとえ高い木だろうと草だろうと、雨は雨、平等に降っているんだと、しかし受け取る側がみんな平等だからといって同じように同じ背の高さに伸びるものではないんだと。木は木、草は草、これを三草二木と言っていますが、三つの草と二本の木という例えであります。雨は平等に降っても伸びる木もあれば伸びない草もあるんだと。それは決して不平等ではない。高い木は高い木なりに、低い木は低い木なりに十二分に生きているではないかと。これを私たち人に当てはめても同じことが言えるんだと思います。何もかもみんなが一緒くたになって同じような人間成長することは絶対にありえませんよね。当然個性もありますし感じ方も違いますよね。国が違えばこの肌の色も違う、言語もみんな違います。
だから平等の中に差別を見、差別の中に平等を見るということが本当の差別平等のバランスの取れた世界なんですよ、ということを法華経は一つの理想としております。高い山は高い山なりに、低い川は低い川なりに、山は山としての働きを、川は川としての働きをしているんだというね。今もそうですけれども、お釈迦様の時代は特にこのカースト制度といって、非常にこの身分の違いがあったんです。お釈迦様の仏法の思想ではそれに否定をいたしました。人間はどういう家に生まれたとか、どういう身分に生まれたからとか、そういったものは理由ではなくて、何を語って何を行っているか、その人の行いや言動によってその人の値打ちが決まるんであって、生まれによって決まるものではないんだよとね、ここにお釈迦様の差別平等の思想が生まれるわけであります。というわけで、仏教の王様、経王と言われる法華経の教えを学んでまいりました。いかがだったでしょうか。皆様、正乗と大乗仏教の違いについて、法華経妙法蓮華経について、正しい教えの白蓮華、仏の真理を理解するためにあえて逆説的な見方、考え方が大切であるということ、諸行無常、諸法実相について、方便という例え話でなければ真理を表現できないということ、そして最後に差別がそのまま平等という仏様の知恵について、本当にこう盛りだくさん法華経の醍醐味についてご一緒に考えてまいりました。まだまだ仏教の真理は深いんですが、まあ、今日はここまでとさせていただきたいと思います。今日のお話はですね、あなたの中でしっかり咀嚼してご理解いただくようになさってくださいね。本当にね、このね、濃い内容でしたので、何度も何度もこちらのこの動画を見返していただいて、ご自分の人生に生かしてくだされば本当に幸いでございます。またこの続きは改めて解説していきたいと思います。あなたのこのご感想や学んだことなど、何でも一言でもいいので、ぜひコメント欄にですね、書き残していってくださいね。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いいたしましょう。かんちゃん住職でした。